の餌君だから、星に。高校生の学校に突如大型のクリーチャーが出現し、そいつが手当たり次第に人間を食べ始める。さらにそいつは電波妨害を出しているような感じであり、外に助けを呼ぶことができない。そんな中一日一人餌を与えることでそいつは襲ってこないという習性を利用して生贄を出すことでなんとか生き延びてきたが、最終的に7人にまで絞り込まれてしまい、どうなる？というシナリオ。主人公は陰キャの学園カースト底辺の高校生のオスであり、あと7人というところで毎回餌として選ばれるが、運得点によって餌にならないように回避している等サバイバル漫画。果たして主人公は生き延びられるのか？どうしてクリーチャーは現れたのか？といった漫画。